日本とブータンの関係は日本とブータンの国際関係である。1986年3月28日に外交関係が開設された。日本はインドのニューデリーに非常中の在ブータン日本国大使館を設置している。2011年11月16日、迎賓館にて会見を行う王妃国王日本皇太子。 2011年11月15日から20日にかけて、ブータン国王である、ドゥルックギャルポジグミ、ケサルナムゲルワンチュクとそのヒジェツンペマが日本を国賓訪問した。日本の皇族もたびたび、ブータンを訪問している。ブータンは、氷河湖決壊洪水の災害救援について、日本から援助を受けた。ブータン経済省水門気象サービス局長、カルマ・チェディングは、 急激な氷河湖の決壊による損失や損害を最小限に止めるための安価で効率的な早期警戒システムを構築するよう、ブータンが国際協力機構から支援を受けていると語った。また、日本政府は氷河湖の目録を作り上げてヒマラヤ山脈で地質学研究を行っている。日本の機関は2016年までにブータンの同プロジェクトを完了する予定である。 松茸の産地であるが国内で食べる習慣がないため日本向けの輸出品となっている日本はブータンの観光業にとって成長市場のうちの一つである2012年の早い段階でブータン観光協議会のメディア担当プンツォギエルチェーンはブータンを訪問する日本人観光客の数が大幅に増加しており日本がブータンの観光業において第一位の座に近づいている ことを指摘した。また、ブータン当局は、とりわけ、ワンチュク国王とジェツン、ペマ王妃が訪日してからこの国を訪問する、日本人観光客が急激に増加したことについても、触れた。ありがとうございます。